どうもすです。ご視聴ありがとうございます。前回の動画の続きになりまして、今私はシンガポールチャンギ国際空港第3ターミナルに先ほどですね韓国のソウルから到着しました。で今回の動画の趣旨なんですけども、10万人を私の、ね、YouTube 登録者達成したということで、10万人企画で予算10万円以内で航空券だけですけど、何カ国何フライトできるのかっていう旅をちょっとやっております。北九州ソウル、ソウル、今シンガポールチャンギということで、次のフライトにですね今から乗っていくんですが、あと6時間あります。この後ですねちょっと仮眠も含めて、このこちらのチャンギ空港で空港泊を話しようかなと思っております。ちょっと過酷なんですけど、ね、前半ね連続3本フライトで、ベンチで寝るっていう体力勝負なんですが、ちょっとざっくり説明だけしとくと、予算10万円という中で残りがですね7万5120円の予算です、で、まあ、今2本フライト乗って2万5000円ぐらい使ったっていうところですかね。で次はですねこちらのチャンギからジェットスターアジア、ジェットスターですね LCC を使って、クアラルンプールに行きます。シンガポールからクアラルンプールね、もう何度も私移動しておりまして、もう陸路でも、やっておりますけども、今回ちょっと飛行機縛りということなんで飛行機取りました。料金面だけで言ったらね、シンガポールから、クアラルンプールまでねバスが一番安くて2000円ぐらいで多分行けると思うんですけど、5時間ぐらいかかるんだけどね、飛行機だと1時間もかからずに、まあ、サクッと行けて本数も多いと、 LCC もフルサービスもいっぱいあるというところで、今回はですね、ジェットスターアジアでシンガポールクアラルンプール1万2681円で取りました。荷物がなければもうちょっと安いんですけども、まあちょっとあんまり安くないね今回は取ったチケットね、まあ、探せばですねこちらのシンガポールからクアラルンプールまでのフライトで LCC であれば5000円切ってるようなフライトね山のようにあるんですよ。おいおいスーさん1万2000結構高くねえかって多分今思ったと思うんだけど、これね落とし穴があって、あのシンガポールのこの空港チャンギ空港素晴らしい空港じゃないですか。こんな感じで設備も素晴らしいし、空港利用税ねめちゃくちゃ高いんですよ。でシンガポール初のフライトになると税金がめちゃくちゃ高い。でクアラルンプールからシンガポールだったらそんな高くないんだけど、これねちょっと自分も計算外だったというか、よくよく調べてねセールのジェットスターの、30ドルぐらいのフライトを取ってるにもかかわらず、そう最後の、合計がですね1万2000円ぐらいになったんで、そういうことなんですよね。6000円かかってるのかな、60シンガポールドルかかってる、あの税金が。でも LCC の安い飛行機乗ってもそれはかかるんで、なんでねシンガポールから、クアラルンプールとか近い国に行くときね、飛行機以外で行った方が節約したい人はいいかもしれない。まあでも飛行機で行っちゃえば1時間かからないからね楽だしっていうところで、まあ、今回クアラルンプールでちょっと、滞在しようと思ってるんで飛行機取ったんですけど、まあ、安くてこれぐらいの金額でした今回は、もうちょっとセールやればね、でも運賃が安くなってもねそこまでねもう変わんないんだよね。これ知らない人多いんじゃないですか。やっぱいい空港、設備がいい空港高いですよ税金が、まあでも全然いいんですけどね、私の場合はねもうチャンギ大好きだし、皆さんチャンギ空港大好きな人多いと思うんで、そういう話もありますということでちょっと説明だけしときました。60シンガポールドルね、今円安でさらに高くなってるからそんな感じですね。で今から次のねジェットスターアジアが第4ターミナルなんですよね。今第3にいるんですけど、そちらにちょっと移動します。それで24時間運行の、ループシャトルバスに今乗りました。無料です。まあ、歩いてもね行こうと思えば行けるんですけど、第4ターミナルまでもうちょっとしんどいんでバスで行きます。あとこのバスでもジュエルとか行けるんですけど、ジュエルはね多分まだもう今閉まっちゃったんかな、あの中には入れるけど滝とか出てないんで、まあ、ちょっと今回はジュエルはスルーします。ということで無料シャトルバスでシンガポールチャンギ第4ターミナルですね、来ました。初めて来たかもしれない。めちゃくちゃ綺麗ですね。今ネットで見たら2017年開業と書いてありましたけど、こちらからジェットスターが出てるんで、はい、もうちょっとやっていきましょうか。24時間のお店もありますね。ああよかったよかった、バーガーキングとかもあるし、あと仮眠ラウンジもあるみたいですね。なんかここに書いてあるんですけど、ジュラシックマイルって何なんだろうね。なんか恐竜の置物がいっぱい置いてあるなと思ったけど、こちらがジェットスターのキオスクがあるところですね。これ多分セルフでもう多分できるタイプだ。多分もうできますねこれ。こちらがチャンギ空港の一番最新モデルのキオスクですね。ちゃんと日本語もありました。でパスポートスキャンいいっすね。読み取りがめちゃ早いわ。フライトも選べるんですね、これです 3K683 便。
タグの発行ですね。お、出てきた出てきた。いやスムーズだ。一応チケットとタグまで印刷できたんですけど、キオスクがね、このシステム、このセルフのやつが作動しないですね。ってことはやっぱスタッフいないとダメなんかな。この前第一ターミナルの時はね、もう全然できたんですけど、ちょっと今できなさそうですね。ちょうどジェットスターのスタッフの人が歩いてきたんで今聞いたんですけど、こちらは朝の4時からしか開かないそうですね、うん、だから出発の3時間前、多分自分が乗る便が第4ターミナルだと一番早いのかな、朝7時なんで。そうだからここはね24時間空いてないですね。ということであと2時間ぐらい待たないといけなくなったんで、出国できないんで適当にちょっとブラブラしてみます。ダントツに綺麗ですね。第4ターミナル来たことなかったからな、すごいわ。ということでめちゃくちゃ久しぶりにバーガーキング入りました。時間がね、深夜2時なんですよね。やばいですよね、まあ、日本の朝今4時ぐらいかな、うん。でまあ、でも やってるお店がスタバとここと、あともう一箇所カフェだったんで、ちょっとお腹すいたんで食べちゃいますけど、久しぶりに食べるな。これ一番ちっちゃいワッパージュニアっていうのしたんですけど、それでも日本のサイズぐらいはある。これで700円ぐらいかな、7ドルシンガポールドルです。まあ、ラウンジ行けば何かしらあるとは思うんですけど、あでも第4ターミナルのラウンジとか行ったことないかな、うん。もう2時間何もしないで待ってるのしんどいんで食べますけど、本当にね深夜の移動は本当好きじゃない、きつい。皆さんこちらで寝てるんでここで寝ようと思います。ということで1時間半ぐらいちょっとこのベンチで横になってました。ほとんど寝れなかったけどね。ということでチェックインカウンターが開きました。これでセルフチェックイン全部終わりました。荷物も預けましたんでこれで出国できますんで、はい、出国しましょう。ということで出国審査と保安検査終わりました。第4ターミナルはあれなんですね、出国審査終わった後保安検査あるんですね。シンガポールの空港ってなんか飛行機乗る直前に保安検査があるから出国審査しかないような気がしてたけど、ターミナルによって違うんですかね。あとはこんな早い時間なのに全部の、ね、免税店もやってます。人全然いないけど、とりあえずマレーシア入国終わってクアラルンプール着いたらもうホテルに行きます。もうね移動がそろそろきついですね。とりあえず早くクアラルンプール着いてホテルに行きたいです。もう24時間ぐらい移動し続けてるんで、さすがにちゃんと寝たいですね。すごい綺麗だな。TWG はまだ閉まってるな。ラウンジがあるんで行ってみますか。すごいねこれ、ちょっとちょっとすごいわこのスペースやばい本当にここで空港泊余裕でできるね。あんなも寝るようなためのソファーもあるし、やばくないこれ。第4ターミナル来たことなかったからすげえ感動する。これは日本の空港は勝てないわ、規模が違うもんな、発想力と。あれやっちゃダメこれやっちゃダメがある日本とは全然違いますね。2階はでかいフードコートあるな、すごいな。とにかく座るところだらけだ。椅子なんかもすごいこだわってるし、全部 USB あるし、すげえな。こんなに早い時間でもやってんだフードコート、すげえわ食べれるんだね知らなかった。皆さん第4ターミナル使った人どれぐらいいるんだろう。日経エアラインゼロなんですよね。だから日本発着の便もないのか。これ見るとねエアアジアとか LCC だけじゃないんですけどね、キャッセイパシックとかフィンエアとかコリアンエアとかカンタスとかも入ってるんですけど、カタールとかも。日本発着ゼロだから日本人多分知らないんですよほとんど。
セブンイレブンもあります。飲み物も買えるね。あと忘れてたけど、あのスモーキングルームめちゃくちゃあります。はい、ちゃんとエアコンも効いてて座る場所もある。ちょっと入りましょうか、せっかくなら。チャンギ空港ね、結構外にするところがあったりするんですけど、ここはもう中で完全に座ってエアコンが効いたところでタバコ吸えます。ありがたいことにラウンジの目の前にですね、あの喫煙所があるんで、目の前がのプラザプレミアムラウンジですね。それではこちら第4ターミナルのプラザプレミアムラウンジ、ちょっと見てきますか。アイスクリームもありますね。で、食べ物類もサラダ、ヨーグルトもあるか。多分今朝食メニューを準備してるんでしょうね。パンとかこの辺は準備中かな。はい、朝食メニューですね。この辺もヌードルとかラクサとか作ってくれるみたいです。こっちもあるね。あ、もうブレイクファーストって書いてあるわ。はい、卵ですね。あとはドリンク系かな。はい、こんな感じ。ビールもありますね。ワインもあって、ジュース、ドリンクバーですね。とりあえず全然お腹空いてないんで、もうちょっとこれだけで、あのちょっと時間つぶしのために来ただけなんで、ゆっくりしようと思います。もうちょっとね、マジで眠い、倒れそう。フライトが7時なんで、今は3時59分。まだまだ時間あるね。ちょっとゆっくりします。ということでラウンジを出てきました。あの2階のラウンジだったんですけど、今下に来て、こんな素晴らしい寝る場所があるんで、ここで寝ます。あと1時間ぐらいもうちょっと横になってからゲートの前に行きます。なんかいきなり始まりました。びっくりした、急に音が。なんか動いてますね。ここでゲートの前に来ました。 G の12番ですね。クアラルンプール行き、3K683 便ですね。まもなく搭乗開始なんですけど、何度も言っているようにですね、このチャンギ空港第4ターミナル初めて使いましたけど、めちゃくちゃ快適ですね。もうさっきもちょっと1時間ぐらい仮眠したんで、だいぶ目が冴えてきたんですけど、いや、こんなにいいとは思わなかったな。おすすめですね。なかなか日本人の方でここをね利用する人少ないと思いますけど、乗り継ぎする人とか、あえて使うために、他の便を選ぶとかやってみるのも価値がありそうな気がしますね。それではボーディング始まりました。乗ってきます。Thank you. ということでゲートくぐりました。なぜか日本人のお客さんがちょこちょこいますね。こんな便乗るんだ、朝早くて、しかも LCC で、皆さんなんかスーツ着てるんで出張の人だと思うんですけどね。ということで機内に入りました。おなじみのエアバス A3200 ですね。はい、エンジンの横ぐらいの場所です。今回確かね、航空券予約した時に、まあ、バデューパックみたいなので予約しております。荷物と座席指定と、運賃、それが荷物別々で予約するより安かったんで取った記憶があります。1万2000いくら
だったと思いますか。で確かね、それはなんかドリンクと軽食がついてた気がするな。フライト時間は、ね、1時間20分っていうふうに書いてあるんですけど、多分そんなかからないと思います。1時間切ってくると思うので、ちゃっちゃと飛んでクアラルンプール到着して、もう ホテルのベッドで寝たいです。今機内のね、食事のメニュー表とかを見てるんですけど、びっくりしました。全部日本語が書いてあります。ジェットスターアジアは あれなんだね、日本語結構書いてあるんだ。ジェットスタージャパンならわかるけどね、すごいね。これならね、英語わかんない私みたいな人でも安心感がありますよね。ジェットスターオリジナルグッズとか売ってますね。よかったら皆さんぜひ。お酒もありますよ、ウォッカとか、コーラが1本、シンガポールドルですね、4ドル、400円ぐらいですかね。チャンギ空港は LCC でも置き止めじゃないですね、ちゃんと、ブリッジつなげて、なんで楽でいいです。ギリギリまでゆっくり座れるし。ということで、まもなくドアが閉まるんですけど、隣にお客さん来ましたね。座席指定して空いてる前の方を選んだんですけど、他の席はね結構空いてるんですけど、がっつり真横にお客さんが来られました。多分座席指定してるんだと思いますが、なぜ空席があるのにって毎回思うんですけど、これは私によくあるあるです。ということで今ドアが閉まりました。今アナウンスで言ってましたけど、フライト時間は40分です。予約するときは1時間20分と書いてあるんですけど、まあ、実質40分も多分ないでしょうね。あっという間に着くと思います。さすがシンガポールですね。機内アナウンス英語オンリーですね。To prepare for takeoff, ensure your seat back is upright, you are on the aircraft. Tampering with or any theft of aircraft item is an option. ではございますが、少しばかり広告をお許しください。現在 NordVPN では非常にお得なキャンペーンをやっております。概要欄にありますリンクより私のチャンネルクーポンコードを活用していただいて、2年間プランをご契約いただくと4ヶ月延長というサービスを行っております。ぜひこの機会にお試しください。それでですね、今私はインドネシアのバリ島にいるんですよね。まあちょっとホテルの中なんで分かりにくいと思うんですけども、そうホテルの中といえばですね、フリー Wi-Fi 無料のね、Wi-Fi を皆さん接続して使いますよね。私もね、もうそれがないと生きていけないぐらい依存してるんですけども、ホテルとか空港とかショッピングモール、カフェ、もう様々なところにですね、現在フリー Wi-Fi っていうのはあって、サービスとしてね、皆さんに提供されてると思います。無料で使えますしね、非常に便利ですよね。ただですね、まあ、そういったフリー Wi-Fi を使うときにちょっとリスクがあったりします。まあ、これは犯罪なんですけど、世の中にはね、悪いことしようとする人がいっぱいおりまして、で例えばですね、このフリー Wi-Fi につなげて、インターネットで買い物したとか、クレジットカードで、まあ、カード番号入力とかしますよね。皆さんの中で経験されてる人もいると思いますが、身に覚えもないね、カードで決済された金額が請求されたりとか、そういった時にフリー Wi-Fi からね、接続してるその情報っていうのを盗み取ってですね、勝手にね使ってしまうみたいな、そういった犯罪行為が、起きております。キャッポ譲って自分のね情報だったらいいんですけど、例えばですね、仕事の情報、お客さんの情報、またまたもっと大事なね企業の機密情報なんかを持ち歩いてね、一つのデバイスで活用してる人まだまだ
いると思うんですよね。多くの大きい会社、大企業さんはですね、フリー Wi-Fi 使うときは VPN 統制とかね、完全に仕様と仕事用で分けろというふうに言われてても、まだまだねやってない人実は多くて、私のリスナーさんもね VPN をまだ使ってないんだよねみたいなこと言ってる人もいるんですけど、これはもう今ね、今の世の中結構常識になってきてます。うん、それはまずいよみたいなね、だんだんもう広まってきてて、もう末端まで来てるとは思うんですけど、未だにねその舐めてかかってる人も結構いたりするんですよね。で、今言った通り自分の情報だったらいいんですけど、まだね、うん、お客さんの情報流れちゃったなんて言ったら、たまにネットニュース出てますよね。ああいう風になっちゃったら企業のイメージも悪くなるし、下手したらクビですよね。だからそういったことを防ぐためにですね、VPN ね、非常に今安く、ノード VPN ですごい優秀なんで、おすすめしております。こういったフリー Wi-Fi にアクセスするときに VPN をかますことによってセキュリティ面も上がりますし、まあ、第三者に、ね、盗み見されるという可能性が極めて低くなります。宣伝している私もですね、普段からノード VPN さんにはお世話になりっぱなしで、非常に活用させていただいております。私もね、忖度なしに言っておりますので、非常にこれ案件だからとかじゃなくておすすめです。使い方も非常に簡単で、ワンクリックコネクトといって、まあ、デバイス、パソコンのですねアプリでもそうだし、スマホのアプリでも、ワンクリックで簡単にアクセスしてVPN と接続することができますので、難しい設定とかは必要ありません。冒頭も言いましたが、現在キャンペーンをやっております。概要欄にありますリンクよりチャンネルのクーポンコードを活用していただいて、2年間プランをご契約いただくと、現在4ヶ月延長というサービスをやっておりますので、非常にお得な時期でキャンペーンでございますので、よかったら皆さん検討していただければと思います。これにて広告終わりです。本編に戻ります。ということで、バデューパックの軽食が配られました。マフィンと、これは水ですね、缶の水か。はい、これをもらいました。あと10分15分で、着陸態勢に入るそうです。なので今もらったマフィンを急いで食べて、もう寝る時間もないですね。あっという間に到着します。プール国際空港到着しました。すいません、ギリギリまで意識を失うほど寝てしまいました。着陸シーンをうまく撮れなかったです。申し訳ない。ということで、クアラルンプール国際空港 KLIA2 ですね、第2ターミナルの方に到着しました。うっかりね、寝てしまって着陸シーンをうまく撮れなかった。とりあえず今からイミグレーションを受けます。ということで、マレーシアの入国完了しました。イミグレーションがね、めちゃくちゃ混んでた。1時間以上並んだんじゃないかな。もうね疲れました。とりあえずもう早速グラブでホテルに移動しちゃいます。その後まとめます。ということで、空港からグラブで AC ホテル着きました。まあ、以前も泊まったことあるホテルですね。はい、修行で泊まってたんですけど、ちょっと今日もですね、ちょっと修行の意味合いもあるんですが、まあ、ちょっと今から部屋に入ってから説明します。ということで、チェックインを完了いたしました。まだね10時半なんですよね、朝午前中の。いや、ありがたいですね。しかも新しい部屋にアップグレード、ニュールームにアップグレードしたって言ってくれましたけど、こちらのホテルね、前回の動画でも紹介したことあるんですけど、クアラルンプールの中でマリオットで多分おそらく一番安いですね。修行僧の人がよくポイント稼ぎに来るホテルですね。朝食も無料でプラチナメンバーでもらえるんで、もう寝るだけの人はここで十分ですね。結構個人的にはこのホテル好きですね。ということで、今回の部屋は1413ですね。角部屋ではないですね。はい、
改装したってことかな、なんかリニューアルしたんですよね。ということで部屋に入りました。本当だ、ちょっと綺麗になってる気がする。前より新しいですね、うん、部屋の作りが、うん、まあ多分壁紙張り替えたり、うん、いろいろしたんでしょう。前もうちょっと古めかしい感じでしたけどね。あ、十分ですね。はい、これで、もう寝るだけなんで、あ、いいです、もう完全いいですね。ベッドサイドにも USB あるし、私はこれで十分ですね。で、あとは風呂場、バスルームが、バスルーム、バスはないんだよな、きっとな、うん、アメニティもあるし、トイレがあってシャワールームだけですね。はい、すいません、ちょっと雑な説明で、もう特にあのホテルレビューっていうわけじゃないんで、今日はもうここに到着して、もう終わりです。ということで、あれから5時間ぐらい経ちました。もうホテルに着いてすぐにシャワー浴びて、もうベッドに飛び込んで寝てしまいました。それで今回の動画の総括ですね、シンガポールからクアラルンプールまでですね、ジェットスターアジア、3K683 便を利用して、片道12,681円、総額ですね、かけてきました。今回は航空券の予算10万円以内で、飛行機何回乗って何カ国行けるのかっていうのをやってるんですが、前回の動画の部分も合わせて、北九州からソウル、ソウルから、シンガポール、シンガポールから今のクアラルンプールということで、トータルですね37,961円、3フライト、で3カ国来ております。それで残りの私が使える航空券を買うための、ね、予算が、62,039円ということになっております。でここまではね、あの航空券ちょっと事前に調べてね、あの事前というか割と直近だったんですけど抑えていたんですが、次のフライトからですね、ちょっと今からあの取る感じになりますんで、この残された62,000円以内の中で航空券を、発券してですね、いろんな国に、ね、あの行くということをちょっとやらないといけないのと、で今回の動画まではですね、もう立て続けに実は24時間以内に3フライトを乗ってもう連続できたんですが、せっかく旅行に来てるんで、行きたいところでゆっくりする時間も欲しいなということで、あのこの企画はホテル代とか食事代はあの10万円にカウントしないでやってるので、割とね制約が緩いんで、あのまあいいんですけど、これが飯とか他のものも全部で10万だとなかなか厳しいと思うんで、あのガチガチにあのセコセコでいきますって企画で今日はやっておりませんので、とりあえず今日までの話で言うと残り62,039円の予算で、現状だと3フライト3カ国というところで、まあ一旦マレーシアでね、あの終わろうかと思います。うん、今日はもう夕方なんで、多分どこも出かけないですし、まあ明日もいろいろ動画編集とかするんで、もうクアラルンプールそんな出かけるとこないんで、あの次回の動画はですね、クアラルンプールを出発するところからになりますが、あの次の行き先と航空券をこの後ね、あの予約してなんとか予算内でたくさん回れるように、うん、まああまり無理のない工程であの行こうと思います。あとですね、言い忘れてましたが、こちらの AC マリオットクアラルンプールホテル、1泊今回、210リンギットなんで6000円ちょっとかな、はい、それぐらいの金額で朝食もついております。で、前回泊まった時にもね、多分紹介したと思うんですけど、このホテルのね、まあ、歩いて1分ぐらいの場所に結構人気な、レストランがね、あのいっぱいあるところがあるんですよね。で、まあ、ホテルのほぼ目の前ですけど、そこのシーフードレストランがすごい美味しくて、前回は何だったっけな、あのカキオムレツとかエビオムレツ食べて超うまかったんですよね。なんで今からそれを食べてちょっとこの動画終わろうと思います。はい、それで今から行く、食堂というかレストランなんですけど、この AC ホテルの目の前、ここですね。あの北海道っていう名前の店ですけど、だけどマレーシアのシーフードレストランなんですよね。めちゃくちゃうまいです。特にオイスターオムレツ、カキオムレツ。ということでお店入りました。いや変わってないですね。でもう今ドリンク頼んでコーラ来ちゃったんですけど、このカキオムレツ S サイズ、結構 S でもねでかかった気がします。13リンギット。あとはおすすめされたこのシンガポールフライドヌードルみたいなやつ、これのシーフード、14リンギットかな。であとこれも美味しいですね、このさつまいもの葉っぱ、の炒め物なんですけど、まあ、こっちの、 あの空心菜の炒め物、よく日本人の人頼むじゃないですか、まあ、このアジアいろいろ旅行すると。で特にこのさつまいもの葉っぱのやつが美味しいと言われてますよね。なんでこれを頼みました。あとですね、こちらの店はあのオープンエアなんですよね。なんで暑い時はすごい暑いんですけど、
今日ね、なんとクアラルンプールの気温が、23度なんですよね。めちゃくちゃ涼しい。日本より涼しいんじゃない秋みたいな感じで涼しいんですけど、汗ばむこともない、外にいても。はい、来ました。さつまいもの葉っぱの、炒め物です。超うまそう。この春雨みたいなやつ、シンガポールスタイルのやつね。これもうまそう。で、オムレツ、これショーですからね。で、牡蠣が大量に入ってます。いや最高だね。久しぶりになんかローカルレストランでうまいもの食ってる感じがする。あとこの牡蠣オムレツも、牡蠣は小さいんですけど大量に入ってる。あー、うまっ。それで最後に残念なお知らせなんですが、なんとですね、ここへ来て急激に体調を悪くしてしまいまして、特に食事を食べた後ぐらいかな、まあ、疲れも溜まってたのと睡眠不足っていうのもあったと思うんですが、動けないぐらいですね、あの体がだるくなってきて、最終的にあの発熱まですることになります。ちょっとどんな風になったのかっていうのは次回、あの私がダウンしてる様子からスタートすると思いますが、引き続き見ていただければと思います。今回の動画は一旦ここで終わります。ご視聴ありがとうございました。